時速80キロ以下、メインのユーザー、下道派なら最適な車。レンタカーで700キロほど走った印象。エクステリア。なんとなくビッツベースなのがわかるスタイル。旧型140系のスクエアなデザインの方が個人的には好きです。そもそもエクステリア評価なんて意味ないですね、10人と色なので。インテリア。特に不満なし。ドアのインナーハンドルがすごくつかみやすい上に、スマホがちょうど2個ぐらい入る細い溝スタイルが優れもの。こんなところはさすがトヨタだと思います。コンビニコーヒーが置けるようなカップホルダーが欲しい。今時の軽を見習ってユーティリティをもう少し頑張ってほしい。エンジン性能。モーターは速い、パワフル。エンジンはびっくりするほど遅いわら。DV ができるだけ効くように工夫して走ると非常に快適。現行プリウスが1800になったのが納得できるエンジンの遅さ。走行性能。好みもあるが、エンジンブレーキが弱く塗りやすく改正しやすい。逆にアクセルを踏んだ時は駆動感がない CVT がスリップしまくりな印象。難点は D と B しかないので、エンジンブレーキの微調整がしにくい。パドルシフトの設定が欲しい。エンジンブレーキを微調整できるので乗り心地。昔のカローラに比べたらしっかりした足回り。硬すぎるほどでもなくちょうどいい塩梅。燃費。メーター表示で25キロほど東京から松本飛騨往復。満タン法では24キロ弱でした。 EV 率は 30% でした。約200キロ走行。ガソリンだけで走行した500キロ分で燃費を算出すると、リッター16から17キロ程度カローラのガソリン車の燃費と同じぐらいになりますね。価格。中古の良品が150から200万程度なので良いと思いますが、新車ではちょっと高いかな。総評。高速道路メインの方にはかなりストレスがたまる仕様。エンジンのパワーなさすぎ。ガソリン車の1800や1500を買った方が幸せになれます。逆に下道オンリーの方には良い車です。4名乗車や荷物満載で走るのも結構苦しい場面があるかもしれません。特に坂が苦手わら。ベタ踏みすればそれなりに走りますが、40から70キロ付近で EV モードを多用できるシーンでは非常に快適な車。静粛性も高いがロードノイズは大きい。誰が乗っても良い車だと思います。スピード排外にはワゴンにしてはラゲッジスペースが今一つ狭い。トヨタのワゴンラインナップが貧相なことを考えると450から500リッターぐらい欲しい。ついでにガソリンタンク容量も40リットルぐらいお願いしたい。追記。カーテンエアバッグ標準なのが神車種です。シエンタ等ではオプションなので、中古で買う派には装着率 100% なので特におすすめ。